昨日の写真送ってくれてんじゃん。どれどれ。いいね、盛り上がってんな。楽しかったもんね、昨日は。中津さんも昨日のしこたまだったもんな。あれ盛り上がって、あれ、なんだこれ、光か、光の加減か、これ。まあでも人の髪の毛はな、そうだよな、あのテレビで見ただけなんぞ、あの一日に100本とかな生え変わるんだもんな。シャワー行くか。おーい。いや、ヒロアカ、ユニオリディ、これ楽しみだな。絶対強いけどな。おー、どうぞ、どうぞ、どうぞ。おー、どうぞ、あ、いていていて。おー、いやいやいや、こちらもそこで。いや、今日楽しみにしてましたよ。お、そう。はい。どこ行きましょうか。あ、そやな。どこ行こうかな。あれ、田中さん、珍しい。帽子なんてかぶって。おー、いや、ほら、今日あっちじゃん。あー、そうですね。熱中症で倒れたら。あー、いや、そうや。そっか、そっか、そっか。あ、でも田中さん、すごい、似合ってますよ。あ、もし。はい、帽子田中さんも、すごいいいです。はい。
よくね。いや、いいって言ったじゃないですか。ほんま？いいから言ってるんです。僕嘘つかないですよ。嬉しいよ。はい、どこ行きましょうかね。いろいろありますけどね。どうしましょう。じゃあこれからこれ帽子かぶろっかな。おー、いいんじゃないですか。うん、帽子イコールタナトスさんみたいな。おー。はい。帽子イコールタナトスさんが、はい、もう帽子のもう王者、タナトスさんがもう、はいはいはい、この世の帽子はタナトスさんみたいな。ちょっと今日行く前にさ、はい、ちょっとまあなんつうの、俺のダチからちょっと相談を受けてて、はい、まあ、ちょっと中洲さんにもちょっと助言もらいたいみたいな。おお、もう僕でも。いや、っていうのもさ、なんかそのダチがさ、はい、なんか最近なんかなんつうの、髪の毛、はい、のなんかその抜け毛とかなんかひどくなってるみたいな、なんかちょっとこうなくなってきてるみたいな、あ、はいはい、そういうこと言ってたよな。あ、でも、そう、俺ももう、その、詳しくないからさ。はい。中洲さん絶対詳しいじゃん。おーよ、もう。いや、中洲さん絶対詳しいやんか。そんな詳しくはないですけど、まあ、それなりに、まあ、知ってるかなっていうぐらいですかね。あ、でも知ってるでしょ、はい、だからちょっとさ、その、教えてほしくてさ。おー、もう。いや、その、ダチにさ、はい、あ、ダチにやっぱ俺も言いてえからさ。はい。お、全然僕でよければ。え、どうすればいいの、そのなんか。なんですかね。なんか一番いい方法とか知ってる？あ、一番いい方法で言うと、速効性と確実性が欲しいって言ってる。はい、あー、なるほどなるほど。じゃあ、薬じゃないですかね。あー、はい、なるほどね。あの、ミノキシジルっていう薬がありまして、これを飲み続ける。はい、ミノキシジルっていう薬があって、これを飲み続けると、お、吐いてくるっていう。え？はい。100発薬中？100%、まあ、でもほとんどの方が多分。マジ？はい、え、それ一番いいじゃん。あ、めちゃくちゃいい。マジで中洲さんに聞いてよかったわ。あ、でも最初は副作用として、こう飲み始めで気が抜けるんですよ。ダメじゃん。どういうこと？あ、だから新しく生えようとして、その古い毛がこう抜け落ちるっていう。で、新しい髪の毛を作る。まあ、でも生えてはくるってこと？あ、生えてはきます。じゃあそれちょっと飲めばいいのかな？はい。で、まあ、この薬はあと一生飲み続けなきゃいけないです。一緒か、はい、ちょっとでもやめるとこうまた元通りというか。それじゃあな、十字架が増えるだけだもんな。もう全然僕はいいんですけど、それでこういう、まあ、簡単に言うとあれですよ。まあまあ中さんが良くてもだけどね。いや、悪い悪い悪い、すまん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 。はい、まあ別、はい、つてはあるの？あ、つてっていうか、まあ、病院ですね、それは。ああ、じゃあ、はい、保険とかか。まあでもそうですね、まあ、そこまでお金、まあちょっとお金かかんない。かかんだよな、やっぱお金かかるんか、まあ、そうですね、お金はかかる。しんどいわ。いや、まあそう、でもまあ。で、多分思ってるわ、こう、ダチも。で。ない、他に。他ですか？他だと。なんか薬とかじゃないやつがいいな。なんか、手軽なやつ。ああ、注射。注射？はい。この生えてない部分に、こう、注射をポツって、月に1回、入れ込むんですよ。だから僕の場合、ここですね。僕の場合別に気にしてないんですけど、はい、別にこうね、こうリップってやるとこう入ってくるっていう、まあ大体、まあ、ピンキリですけど数万、1、2万とかで月できるんじゃないかな。やっぱそのくらいになるか、医者だとな。そうですね、ちょっとそれは厳しいかもな。あー、厳しいですか。あー、そいつもそんなにあれだからな。それはお金の面で。いや、まあ別にそう じゃないんだけど、はい、まあまあいろいろやってるやつだからさ、まあ、お金がないわけじゃねえけどな。そいつもいろいろ厳しいからさ、はい、まあ、あとなんだろうな、他に、うん、まあ、そうか、まあ、言えるなら、まあ、トルコに行く。トルコ？はい。何トルコって？あ、トルコ。あ、国の？はい。なんでトルコなの？あ、トルコに行って、こう、生やしていく。え、トルコって何？それ進んでんの？あ、進んでますかなり。そうなん、はい。もうトルコもだいぶすごいですよ。はい、トルコだからトルコから帰ってきたらもうふっさふさです。はい、あ、そうだ、はい、まあまあトルコ金貯めてって感じか。はい、トルコでこうもう全部こう髪の毛をね、こう後ろあるじゃないですか、ここ、この髪の毛をなくして前に持ってくるっていう。じゃあダメじゃん。あ、いやいや、なるほどな、じゃあダメか。おい、ちょっとトルコは多分合わないらしいな。いや、後ろってほら、いや、後ろが一番大事だろ。おい、あれ、ごめんなさい、すみません。いや、友達のこと考えてほしいわ。あ、でも友達がこうどこから入ってるかって。まあ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 いいよ、もうとりあえずまあどっか行こうぜ。でもタナトスさんめちゃくちゃ似合ってるな。あ、帽子？はい、ちょっと僕にも。似合ってる。おい、おい、ダメだろ、俺の帽子触れんな。ごめんなさい。バギーがよ。
ちょっと似合うかなと思って別に撮る気はなかったんですよ。悪い悪い、俺もちょっと感情的になっちゃった。かぶりたいの、ごめんなさい、すいません、ちょっとだけかぶりたいなと思っちゃっただけです、すいません。赤っ端な、もう恥、すいません。とりあえず、どっか行こう。あ、行きます。悪い悪い、俺もちょっと、どうしようかな。じゃあプールとかどうですか。ダメだ、プールはダメだな。え、でも夏ですし、せっかくこう、あの、塩素が、うん、俺塩素と、あと、あ、そう、肌にこう悪かったりする。あ、だから ガキるでしょ、ガキ無理だから。あ、多いです、今の時期多いですよね。ぶん殴っちゃう、たぶん。それ嫌です。うん、他ない、他、ああ楽しい、楽しい。あ、遊園地とかよくないですか、ジェットコースターこう二人で。あ、ダメだ、ダメだ、ダメ、ジェットコースターダメだよ。あ、そっか、怖いの苦手でしたっけ。いや、怖くねえよ、怖くねえからダメなんだよ。うん、じゃあ、なんかご飯でも食べに行きましょうか。あー、まあそうだな、飯、あの、わか、なんか海鮮食べ放題、海藻食べ放題の店じゃない。海鮮、海藻、わかめとか、海苔とか。あー、ごめんなさい、ひじきとかでもいいよ、全部黒い、なんかあの、全部黒いところ。いや、ごめんなさい、聞いたことないです。なんでだよ。あ、悪い、悪い、悪い、知ってそうだったからさ。いやいやいや、今日のハグ、あ、ありがとうございます。え、どうしようかな、じゃあ担当さん何食べたいですか。いや、だから海藻がマストなんだよな。海藻、ごめんなさい。でも海鮮食べ放題いったら海藻ありそうですけどね、わかめ。あ、タンパク質取りてえな。タンパク質、タンパク質とがやっぱ一番の結局構成要素だって。じゃ調べたら出たんだ。じゃあ鶏肉系いいね。はい、鶏肉いいじゃん、はい、焼き鳥センター行かん。おお、いいですね。な、はい、焼き鳥センターなら食べ放題で、そう、行こうぜ。あ、食べ放題、ありがとうございます。そうしましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。行こう。え、どこにあるんですか。いや、行ってよ、とりあえず。あ、早く。とりあえず中津さんから行ってよ。俺、その道指示するから、後ろから。あ、いや、俺なら前から。いや、悪い、俺の後ろ立つな。俺の後ろ危ねえぞ。あ、わかりました、じゃあ僕が先頭で行きます、うん、はい、うん、道が、あ、こっちですね。煙とか、なんかそういうの大丈夫なのか。よっしゃ、タンパク取った。あ、しかもな、海苔巻きつくねみたいなやつも結構食ったからな。よいしょ、蒸れてる、最悪や。おい、薬ネズミが飲んだら体爆発すんのかよ。しか、神か、死にたくない、あげたくない、死にたくない、あげたくない。濡れてる、びちょびちょだ、悩んじゃダメ、悩んじゃダメだ。うわぁ、ちょっと待てよ。だったら俺が相手になってやるぜ。じゃあもう私たち行きますよ。さっさと行けや。嫌われ者は辛いね。早く行け、行ってボコボコにされてこい。負けたら承知しないんだからね。この一枚に全てをかける。お前を終わらすのはこの俺だ。